ですね、ソフト系開発コンサルタントに求められることということでその中であのまた3つほどお題をいただいてどんなスキルが必要かとかあとソフト系開発コンサルタントに向いている人はとかあとソフト系開発コンサルタントの専門性とはですか、ね、それでその1つ目と3つ目はですねこれまあ出来合いの私のパワーポイントの資料なんですけどもそれで大体ご説明できるかなと思いますのでね まずあのどんなスキルが必要かというのと、あと、まあ、ソフト系開発コンサルタントの専門性に関しては、パワーポイントのこのページと次のページでちょっと、えー、説明したいと思います。それでですね。あの パッとと見ていただくと分かりますようにちょっと項目が多いので、あの一個一個じっくり話してたらもうすぐ時間が経ってしまいますのでね、あのまあ、ちょっともうポイントを押さえてですね、である程度皆さんがあの想像がつくようなところはちょっと、まあ、あの駆け足で走、ね、らせていただきたいと思います。それであの、まあ、私の本でもそうなんですが、開発コンサルタントの主な仕事としてですね、 やっぱり調査系の仕事とあと実際にあの、まあ、技術移転、えー、何かしらスキルとか技術を伝授したり伝えたりするという、まあ、大きく2種類があると思ってますので、えー、それぞれのカテゴリーでねちょっと考えてみますとまあ,あの経験上こういうものが必要かなということで列記してみると大体こういうものかなと。 それで、ちょっとまあピンポイントであのそれぞれの項目の要点だけをちょっとまああのお話しさせていただきますね。<laughs> まずあの語学力ですが、これもあの前回とか去年のセミナーの時に多少話し出たんですけどもま、まずあの英語力はしっかりつけた方がいいですね。で英語がしっかりしていれば、プラスアルファで、あとフランス語であるとか、の他のえ言葉も。 身につけらればなおベターと、はい、で英語に関してはですね、まあ、あの皆さんちょっとハードルが高いと思われるかもしれませんが、まあ、あとあともしコンサルタントになられたらあのどうせ直面しますんで先に言っておきますけど当一クで言うともうあの900点はマストですねであのこの業界も900点台なんてゴロゴロしてますしね あとうちの会社でも、トーイックの満点が多分3、4人いると思いますしあのな、何が大事かっていうと、開発コンサルタントが仕事を取るときに、この経歴書でいろいろ比較をされるんですよね。いろんなポストに応募したときに。で、語学の場合も語学点というのがあって、100点満点で5点とか10点とかありますので、あのやっぱり各社しのぎを削ってますので、あの例えばトーイックだったらもう、 900点はまあ当たり前、もうできたら950点とかね、もうそれぐらいがないと、まあ、ちょっとまあ厳しいというかね、えー、局面もあろうかなと。特にあの単体でね、あの1人ポストの仕事のときはそうですよね。えー、とそれからと分野の専門性というのは、まあ、やはり業務にふさわしい経験、業務経験か、まあ、学歴、もうそのどちらかで備えておくべきだと思います、ねで。実際の,その分野に関しては、 あの以前もお話ししたんですけども、ODA とか国際協力って多種多様な分野がありますので、あのできたらさ最近のトレンドをですね、えー、JICA のホームページとかで、えー、ちょっと勉強されてですね、あるいはまああの、えー、コンサルティング企業の人に話を聞くのでもいいと思いますしね、それで、えー、そういった情報も得ながら、じゃ自分はこの分野でちょっとしばらく走ってみようということで、まあ、業務経験もしくは まあと当該国の知識というのは、まあえー、これもですね、えー、業務経験あのた滞在しての業務経験ですねあ,のあんまりあの旅行でどこそこに行ったというのはあんまり当該国の知識にというふうにはちょっとアピールできませんのでやはりあの例えば青年海外協力隊でまるまる国に2年行ってましたとか あと自分の仕事のね、経験で、まるまる国には何回も出張に行ってますとかね、えー、そういうことがアピールできるような、えー、業務経験に基づくまあ知識ですかね、生の知識、はい、が大事だと思います。あと、異文化対応能力ですが、まあ、あの異文化対応っていうのもね、何冊も本が出てるぐらいで、これ、非常に広い深い世界だと思うんですが、 あのその分野のまあ専門家とか研究者になるのでなければ、あのそんなにまあ難しいことではないのかなというふうに、まあ、私はちょっと高をくくってましてですね、まあ、要はその,その国での,、まああの基本的な習慣とかね、えー、あると思うんですけど、それを踏まえて、基本的な人の嫌がることをしないということですね。 いろいろタブーなその、例えばアクションとかもあると思いますしねあの、例えばちょっと今思い出すのは、タイなんかですかね、小さい子供が行って、かわいいねとか言って頭さすってあげると、あの人の頭をあのむやみに触っちゃいけませんよなんてね、昔あのちょっと怒られたことがありましたけども、えー、そういう、まあ、基本的にあの、まあ、入門書で見られるような、そのここの国においてタブーと言われるようなことはしない。 からと一般的に人の嫌がることはしないっていうのは、まあ、例えば大衆の面前で叱ったりとかね、でこうちょっとプライドをくずあの傷つけるようなこととかね、まあ、そういうことに気をつけていけば、それほど神経質になる必要はないんじゃないかなと思うんです。思すあとコミュニケーション能力はですね、まあ一つはその語学力がそうなんですが、 あとは、やはりそのなんていうかな言葉の巧みさというよりも先ほど言ったこととちょっと似てるんですがねやはりその相手の立場に自分が立ってそれでコミュニケーションをするとまあ,あんまりあのとんでもない事態は起こらないというかね。 あのまあ、先ほども人のやるがることをうんぬんと言いましたけど、それ以外でもね、あのまあ、相手の立場に立ったら、こういうことを言ったらどういう反応をするだろうかというようなことを考えながら、まあ、やり取りをすれば、あのなんかいざこざが起きたりね、あのつまらないあの揉め事みたいなものはまあ防げるんじゃないかなと思います。あとは、まあとま 日本人的な気配りとか配慮みたいなものはこれは万国共通でね非常にあの尊重されると思いますね。えー、と調査分析能力報告書執筆能力はまあおそらく冊子もつくと思いますしあの本なんか本とかねいろいろ情報ありますからこれちょっとじゃあ割愛させていただきます。 ちょっとですね、技術移転の場合と書きまして、あの上で書いたあの調査に必要な能力とかスキル以外に、プラス指導力と書きました。でただですね、あのパワポにも映ってますように、えーあの、いわゆる教員とか先生のような教える能力とはちょっとまあ違うのかなということで、まあ、2点ほどあるんですけども、 まずあの、ODA 事業なんかの場合にね、プロジェクトとかであの向こうの国に行くときの相手方ですね、よくカウンターパートというような表現するんですが、あの外してレベルが高いんですよね。あの向こうに行って学生さんを指導するということはあまりありませんから、あの例えば保険であれば保険の分野で向こうに行って保険の専門家。 看護師の方とか検査技師の方とかを相手にするわけでしょうし、あとはまああのパブリックサービス、行政なんかで言えば向こうに行けば、あの場合によってはね、あのもう総務省の時間クラスまで出てきたりするわけで、ね、皆さんよく勉強してますから、あの非常にレベルが高いということで、あのなんかこちらが一方的にね、上から目線でこう上から下に教えるみたいなというのだとちょっとまあ、 とんでもないといいますか、こちらが教わることも多いですしねで、むしろその出来合いのものを左側の右に持ってって通じるなんていうことがまれ、あのー、であって、普通は日本の経験とか知識とか積み重なったノウハウを途上国の方に持っていって、先方の話も聞きながら、一番その国にマッチするものを新たに作り上げるみたいなね。 そういうことが必要なんだと思うんですね。ですから、あの通常の学校の先生、指導者、教員とはちょっと違うということね。あともう一点はですねあの、やはり今言ったことの中にも包厳されてるんですがあの、日本の経験がそのままちょっと役には立たないケースが多いんでね、まあ、そういう意味でもあの教えると言っても、ちょっと一言で言ってしまっても、かなり注意しなきゃいけない。 ですねえー、その辺りを含めた指、まあ、導力と、えー、いうことになるんだろうと思います。はい。えー、とじゃあページ変えて、えー、もう一つはですね、えー、開発コンサルタントに求められる経験とか資格要件ということでお話ししようと思ったんですが、まあ、大体あの、 ようやくするとここに書いてある4つの項目ですね。あの前のページにもちょっとお話ししましたけども、やはりあの学,歴という学歴としては、やはり、まあ、昨今はね、昔はもうあの学習号から叩き上げてきたベテランコンサルタントもたくさんいらしたんですが、最近はちょっと高学歴化が進んでも修士号を持ってない開発コンサルタントって、 もう私の周りだとはほとんどいないぐらいの感じになってきてますよね。それあと海外に在住した経験も、これもさっきちょっと、もうすでにちょっと言ってしまったこと、あと資格を身につけることっていうのも、これもまあいろんなケースで散々喋ってきたことではあるんですがあの、その分野とかセクターとかにふさわしい。 まあ公的な資格ですね。例えば経営コンサルタント的な仕事を海外でもやるんだったら、日本で中小企業診断しよう、中小企業診断しを持ってた方がいいとかねあの。税務の仕事やるんだったら、日本でも税理士を持ってた方がいいとか、まあ、そういうことですかね。あと、専門性につながる勤務経験ということで、ちょっとかなり話しさあの、さっきのページとはまあかぶってしまいましたけども、まあ、こういった事柄 経験資格要件が非常に大事かなと思っています。はい。それからちょっとついでに次のページも去年のセミナーでもお見せしたんですけどね。で、どの分野でというのは、あの私はまあ二十数年開発コンサルタントをやってて、割とやっぱりその時々のブームみたいなものがあるんですよね。ですから、 環境みたいなものが分野の時もあるしねあの、昨今、なんかやけに多いなって私が思うのは、なんか税務関係が割と多いんですね、税関とかね。これなんかもう5年前、10年前は全然なかったですけども、で、最近はなんかあの日本の税関システムっていうのは非常にいいらしくてですね、まあ、割と各国から引っ張りだこで、 え税,関のしょ元税関の職員みたいな方々がもうあの転職して、コンサルタントになっているようなケースもあります。あとは、やはり IT 分野なんかは、ODA の世界でも今後も重宝されていくと思いますしね。はい、あと、IT プラス金融とかね、そんな分野も最近はあの少しずつ増えているような気がします。それで、先ほども言いましたが、 あのまあ、皆さん、まあ、まだお若い方が多いんでね、あの明日からとか来月からということではないでしょうから、あのちょっと気長にですね半年とか1年ぐらいかけて、在家さんのちょっとホームページで毎週のようにねこういう工事情報っていうのが出ますから、あのずっとフォローしていってみてください。そうすると大体あの10種類、20種類ぐらいよく出てくる。 業種とか職種分野が分かりますからもしでに皆さんがそういう分野の専門性とか学歴を持ちであれば比較的スムーズにね、えー、キャリアアップしていければあの将来困ることはないでしょうし逆にまあ、あのー、今自分が学んでることとかあるいは社会人でやってきたことが全然 OD で出てこないという時にはちょっとまあ一工夫二工夫をね まあ、キャリア形成の中でされた方がいいかもしれません、はい、ただですね、さはさりとてで、必ずしもその学生の時に勉強した分野とか、あるいは社会人で20代でやってきたことを、例えばそのままあの貫かないで、全く別の道であの、開発コンサルタントとして、 あのきちっと仕事をできてる人も多数いますのでねそういった意味ではかなりあのフレクシビリティもありますし、まあ、頑張りようでは一応開けるということにもなると思いますので、えー、お話ししておきたいと思いますはいえー、っとじゃあ一旦共有は停止して あと次にですねあの、ソフト系開発コンサルタントに向いている人はっていう一つお題があったのでね、これもちょっと考えてみたんですが、まあ、必ずしもあのソフト系ということに限られないとは思うんですがね、えー、私なりに思っていることで言いますと、一、まああまあ、つ目は当たり前かもしれませんが、まあ、国際協力にや,はりやりがいとか、 面白さを、ね、自然体で感感じられる方感じらられれるる方人だと思いますそれからですねあの環境順応ができる人よくあのどこでも寝られるとか何でも食べられるっていうような言い方しますよね。あの開発コンサルタントの場合はですねやはりあの世界各国いろんな土地に行ってしかも時差もあったり あと必ずしもねきちっとしたあのベッドのある部屋で泊まるケースばっかりとは限りませんのでやはりどこでも寝られてあの何でも食べられる人というのは非常に向いてると思いますね。あとはやはりあの物事があのきちきちっとねあの分刻みでというかあのきちっと回っていかないことも多々ありますのである程度そういったあのアバウトなところにを気にせずにいられる。 あのなんとかなるさみたいなね、えー、気持ちでいられる方の方が楽だと思いますね。あ,のあんまりイライラしなくてですね。はいえー、あとはですね、まあ、よく人の性格であの外交的内向的という言い方しますが、まあ、どちらかといえば、まあ、外交的な方がいいのかなと思いますね。 やはり途上国に行っていろんな局面で初対面からいろいろ話し始めてね、一緒にプロジェクトをやったり、調査したりするわけですので、あのやっぱり先方はどちらかというと受け,の受け身の姿勢でね、あのこちらから,話しか,けられるの話しかけられるのを待ってるわけですね。ですから、あんまりこちらが物事したり、何ののていうかあのためらってると前に進まないので、 まあこちらからあのボンボン話しかけるようなタイプの方の方がまあいいのかなと。まあさはさりとてそのあんまりこちらの話で圧倒してしまってもいけないのであの話しかけると同時にまあ,あの相手方の言うこともよく聞く人の話をよく聞くっていうんですかね、まあ、そういうことも大事だとは思います。 それから、やはりあの先ほども言いましたようにその勤務地とか勤務環境、状況がまあ厳しいことも多々ありますのでえ基本的には健康な方あるいはがん検という意味ではなくてあの健,康でまああと健康に留意する習慣としてですねちょっと気を緩めると。 例えばあの途上国でね、本当においしいのはあの屋台の料理だなんていう人もいますけど、まあ、私の知り合いでもやっぱりうっかり、ね、あの屋台で料理食べて、ちょう2日なんかになってですね、あの救急車どころかの、救急の飛行機で運ばれたような人もいますしね、あのまあ、基本的にやっぱり油断しちゃだめよということで、いろいろリスクがありますので。 あの衛生状態とかには十分気をつけて睡眠時間も確保して無理をしないというのが大事かと思います。あとはですね、まあ、今思いつくままにあの私はこう思うということでお話ししてるだけであのそこのところ割り引いて聞いていただきたいんですが、あと最後はですね、なんて言ったらいいのかな、まあ、人間好きの人っていうんですかね。 がいいのかなと人間好きっていうのは、まあ、人間っていってあのパーフェクトな人はいないわけで、そのあの民族とかによっても違うし、もちろん個々人差もあるし、まあ、いろんな性格の方があるんですが、やっぱりあのこういうタイプは嫌いとかね、こういうタイプの人とは仕事ができないっていう感じだとか、あるいはその人と会うよりも数字いじってる方が幸せだとかね、そういうタイプの人とち,ちょっと、まあ、開発コンサルタントはあまり向いてないかもしれないですね。 だから、まあ、いろんな意味で、まあ、人間好きの方が多分どこへ行ってもすぐ現地に溶け込むこともできてあと現地の方々にも好かれて、ね、あの仕事がスムーズにいくんではないかと思います。はい大体、はいえー、いい予定した30分になりまして何、えー、とかまとめましたので <laughs> じゃあ,あの今日の私のからのお話はこれぐらいで止めてあとはまた出場とお願いします。 thank you